はい、いかがだったでしょうか。では引き続きランキングを発表していきたいと思います。今週の6位から4位、ニョキニョキ。6位は HKT48 で桜みんなで食べた。5位は七瀬はるか、島崎信長&松岡凛、宮野真守でテレビアニメフリーデュエットシリーズボリューム4リアルウェイブ。4位はバグラグで骨という結果になりました。ではここで突然ですが、今週の注目ニョッキー。このコーナーでは梅ちゃんが気になったミュージックビデオを紹介しています。今週は3月19日にベストアルバムマリーズメニアを発売しました毛皮のマリーズに注目ニョッキーです。まず毛皮のマリーズとは2011年に武道館ライブをもって解散したロックバンドなんですけれども、じゃん、こんな感じで、ちょっと梅ちゃんが大好きなバンドでもあるんです。ちょっと先週のアルバム発売日にこんな感じかな、こんな感じの写メを水曜のニョッキのツイッターにもあげちゃうくらい、もうアルバム待ちに望んでいたわけなんですけれども、もうベストアルバムっていうと、もう今まで発売された曲が全部こう入っているんですけど、もう CD も全部持ってるんですよ。なんですけど、この中に何曲か未発表、未収録、 CD 未収録の音源が入っているということで、今までライブではやってたんですけど CD には入ってなかった曲が聴けるということが、もう嬉しくて、もう皆さんにもぜひこの曲を聴いていただきたいなと思います。それでは今週の4位と6位、そして毛皮のマリーズのスタッカーリーを打てのミュージックビデオをご覧いただきます。それではどうぞ。